レンクムとは、オランダヘルダーランド州にある基礎自治体。人口は2014年時点で約3万1500人、面積は47平方キロメートルのヘメンテであり、ライン川沿いに位置している。周辺の自治体とともにアーネーム内名変都市圏を構成している。ヘメンテの外縁部は主に森林や河川の定外地となっており、森林には 数千年前の紛糾ボも見ることができる。これらの紛糾ボからの出土品は、アーネムにある歴史博物館で見ることができる。レンクムは数千年の歴史を有する地であり、域内にある紛糾ボがそれを物語っている。1970年には町の宣伝祭が執り行われた。また、古くはリデンチムと綴られていた。19世紀にレンクムは、 独自に発展を遂げ、この当時の町内には6つの製紙場、3つの製粉所、1つの作油施設があったほか、2つの工場があり、糖蜜工場とジャガイモデンプン工場があった。また、ビールの醸造所や食堂もあったとされる。現在でも製紙工場は残っており、ペアレンコ BV 社がこれを運営している。また、1954年5月には、 レンクムのオーステルベイクにあるビルダーバーグホテルで第一回ビルダーバーグ会議が開かれた2013年のレンクム。ありがとうございます。